はい、どうも皆さんこんにちは、みちともです。本日3月26日ということで、まあ、インドロックダウンの真っ只中なんですが、まあ、本日ロックダウン、まあ、2日目ですかね。おととい3月24日かなの21時頃ロックダウンのまあアナウンスがあって、まあ、内容としては簡単に言うと、自宅、まあ、もしくは滞在先にとどまりなさいということと、まあ、物流ですかね、物流が生活必需品と、まあ、治安の維持とか救急等だけになりますよってことで、まあ、営業している商業地域については食料品店とか、まあ、医薬品そういうものだけに限定しますよというような内容だったと思います。でですね、実は、昨日3月25日ロックダウンの翌日なんですけど、まあ、その日インドは祝日で、まあ、会社によると思うんですけど、うちの会社は休みだったので、まあ、実質感覚的には今日が初日、まあ、日付的に言うと2日目なんですけど、印象的には2日目って感じではなくて初日っていうような感じでした。僕はまあ食べ物があればいいかなってところなんですけども、食べ物に関しては一昨日かな、昨日は祝日だったんですけれども、スウィギーっていうですね、オンラインのまあウーバーイーツみたいなインドのアプリを使ってハンバーガー頼んでみたところ、普通にハンバーガー届いたんで、まあ、なかなか美味しい食事ができたんですけど、今日ですね、夕飯用にドミノピザをまあ19時ごろ18時45分ぐらいかなに注文したんですけど、今23時40分ぐらいなんですけど、まだ、ピザがオンラインのトラッカーで見てもオーブンに入ってない状態で、ちょっとまあどうなってるのかなって感じで、ちょっとまあそこら辺は自炊していくしかないのかなってところです。で、自炊の食品の在庫はまあそこそこちょっとは持っていて、まあ、今のところミルクが1リットルと、まあシリアルとかあって、まあ、カップラーメンとかも結構あるのと、まあ、小麦粉とかじゃがいもとかもそこそこ在庫があるかなって感じで、時間は短縮されているものの、まあ、食料品店も営業しているみたいなんで、まあ、明日の朝ですね、朝の方がおすすめってことなんで、ちょっと明日の朝見に行こうかなと思ってます。で、オンライン通販の食料品がちょっとうまく動いてない感じで、まあ、どうやらなんか警察への情報の伝達が微妙らしくて、地域によってはオンラインの食料品の配達の人は警察に取り締まられているとかって話があるみたいで、まあ、実際はですね、食料品通販は許可がされてるってことは明確になってるんで、そういうことは起きなくなるはずなんですけど、まあ、地場系の、オンライン通販サイトビッグバスケットってところ、どうやらなんか電話では注文できるみたいなんですけど、ちょっと電話注文敷居が高いなってことで今ちょっと躊躇してるところですね。まだまだ食品全然在庫があるんで、今すぐじゃなくてもいいかなってところなんで、まあ後で考えようってところですね。で、あとアマゾンフレッシュって、まあ、アマゾンがやってる食料品通販があるんですけど、物ですね、商品をカートに入れることはできるんですけど、配達時にどの枠で配達してほしいですかって選ぶ必要があるんですが、その枠が1個も、まあ、空いてないとか出てこない状況なんで、まあ、Amazon フレッシュは主は実質、注文ができないっていう感じになっちゃってますね。僕も実は Amazon フレッシュでちょうどこの、24日にロックダウンのアナウンスがあって、24日着のアマゾンフレッシュの注文があったんですけど、まあ、一旦自動的にキャンセルされちゃって、まあ、それ届いてない状況で、まあ、枠が空き次第アマゾンフレッシュで注文したいんですけど、まあ、それがちょっと難しいなってところですね。で、フリップカートっていう、まあ、インドのもう一個の地場系のサイトは、注文はできるんですけど、まあ、ちょっとできるもの選べるものが結構お菓子とかがメインになっちゃってて、パンとかジャガイモとか野菜とかそういうのが今、まあ注文のできるカートに入らないような状況になっちゃってて、まあ、一応スナックだけ注文したんですが、まあ、こっちも枠の問題があって、一番最短で空いてた枠が来週の金曜日とかだったかな、だからもうほんと1週間後とかになっちゃうんですけど、まあ、それでもないよりはいいかってことで、とりあえず注文はしておきました。本当にまあ来週来るのか微妙ですけど、まあ、やっぱり食料品店空いてるってことなんで、明日の朝見に行って買ってくるのが一番かなって感じで、地元ですね、この辺に住んでる他の同僚とかも一応基本的に普通に買い物できてるみたいなんで、その辺はまああんまり心配ないのかなってところなんですけど、若干不便になってるかなってところと、まあ、物価が上がってるかなって感じがちょっとしますね。まあ、あの MRP っていう最大売り値の最大価格は、メーカーかなによってコントロールされてるんで、まあ、定価以上で売られるってことは今のところないと思うんですけど、まあ、割引販売が結構なくなってる感じがするんで、ちょっとは実質的に物価が上がってるかなって感じがします。で、仕事について僕は在宅勤務できる IT 系企業ってことで、まあ、在宅勤務してるってこと以外は普通に仕事はできてるんですけれども、まあ、どうなんですかね、人によるのかな。マンションの警備員とかも今のところ問題なく常駐してくれていて、まあ、治安維持ってことでそういう仕事はちゃんと動いてるんですけど、
まあ、家の掃除を、まあ、基本的にインドでは他人にお願いするということで、まあ、僕が掃除をお願いしている人は、まあ、家からここに来るバスがないってことで来られないということを言っていて、まあ、どうなんですかね、仕事がなくなっちゃってる人の中でその日その日のお金が必要な人っていうのがどうやって生活してるのかなっていうのはちょっと心配で、まあ、それによってですね、最終的に治安が悪化してくるんじゃないかっていうのは問題はあるような気もしなくはないです。まあ、マンション自体は警備員があるんですけど、買い物ですね、実際歩いて買い物に行く上でちょっと不安になってくる状況だと困るかなっていう気がします。最後にまあロックダウン以外の話題なんですけど、船便ですね、こいつが届いた船便なんですけど、ちょうど奇跡的にっていうか、引っ越したのが2月1日2日とかだったんで、そこからですね1ヶ月半ぐらいかな、まあ、1ヶ月半ぐらいで船便、結構まあ思ったより早かったかなって感じなんですけど、ロックダウン前日に無事届いてて、まあ、必需品は入ってないんで、まあ、ロックダウン前に届いて良かったかどうかって言われて結構微妙なところなんですけど、まあ、これとか本とか、あとまあ良かったなっていうのはロボット掃除機かな、掃除機っていうか、ブラーバですかね、ルンバーのシリーズのモップロボット、ブラーバってやつが届いてて、それが掃除の人がいなくてもモップがけ、結構家今、フローリングなんですけどモップがけができるんで、まあ、それは助かってるかなって気はします。意外にちゃんと動いてるんですけど、ただちょっとそのモップが、使い捨てのモップのシートですかねがついてて、それの替えがまあインドではブラーバの僕が持ってるシリーズがまだ発売されてないってことで、それが手に入らないんで、使い捨てじゃない方のモップを、あ、インド通販じゃない、中国通販か、アリエクスプレスから注文したんですけど、まあ、いつ届くのかなって感じですね。それが届けば、まあ、ロボットモップがいつまでも使い続けられるかなってところで、まあ、それは良かったかなっていう感じです。まあピザだいぶ待ったんですけど来ないんで、こんな時間になっちゃいましたけど、ちょっとまあ簡単に料理を作って食べようかなと思ってます。で、明日ですね、食べたらすぐ寝るのもちょっとあんま良くない気がしますけど、食べたら寝て明日の朝の食料品販売見に行こうかなって感じです。ドミノが何時に来るのかな、ちょっと店 Google マップで見た感じ夜2時ぐらいにやってて、夜中ドミノ届いちゃう可能性もなくはない気がするんだけど、ちょっと電話しても出ないんで、ドミノの状況はちょっと謎っていう感じですね。はい、ではまあちょっとまた状況はまあ報告してもいいかなという気はするんで、毎日撮っていこうかな、夜ですね、毎日簡単に状況を撮っていこうかなと思います。では。